皆さんこんにちは、ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、兵庫県丹波にございますキャンプリゾート森のひとときへやってまいりました。夏バージョンということでございますね。久しぶりにやってまいりました。2回目のキャンプリゾート森のひとときということで、こちらですね、奥さんからリクエストいただいたキャンプ場となっております。山の雰囲気いっぱいなんでございますが、道中の道は特に狭い道もなくですね、対抗も十分できます。そして電波も良好ということでございますね。残念ながら雲行きは怪しいんですね。今から雨が降ってきそうなんですが、晴れ間を見ながら撮影頑張りたいなと思います。昨年ですね、こちらのキャンプ場の動画を上げてるんですが、より分かりやすい感じでキャンプサイトにフォーカスしてお送りできたらなと思います。それでは早速チェックイン行ってまいりましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、 S の2番ということになりました。電源付きでございますね。こちらのキャンプ場はですね、それぞれ平坦部のサイズがですね、しっかりと明記されておりまして、 S2 の場合ですね、 5.8×9.8、 これが平坦部っていうことやったんですけども、測ってみましたら縦は 6m ありまして、横はですね 10m 近く使えるような感じでした。そして S2、S3 のサイトの境ですね、こういう風にちょっと見えにくいですがロープで区切られておりますね。ちょうど真ん中でございます。こちらのサイトはですね、車をサイト内に入れるタイプではなく、ほぼ横付けで置けるサイトになっておりますね。なので 6×10 あればね、車別なので十分広々キャンプすることができますね。平坦部っていうことなんですが、若干ね、こんもりと傾斜になってる部分もございますので、ちょっと寝室の向きとかね、気をつけながらね、早速設営やっていきたいなと思います。はい、それではね、今からタープを立てようかっていう時に結構降ってきました。雨の日のね、設営ですね、どうしてますかっていうことなんですけども、こんな感じでございます。僕は濡れないことを諦めております。特に夏はですね、どっちにしても汗でびしょびしょになりますから、さほど雨を気にしてないっていうのが本音でございます。慌てずゆっくり設営するのが一番のポイントじゃないかなと思います。それではタープ立てていきましょう。はい、ということで設営完了いたしました。本日チーズケシュアで設営いたしましたね。ちなみにこちらですね、チーズタープをテントの上にかぶせるスタイルですね。本来であればチーカマスタイルと呼ばれたもので、 DOD のかまぼこテントの上にチーズタープをかぶせる方法っていうのがね、主流なわけでございますが、実はですね、横にですね、本家本元のチーカマスタイルがございますね。こんにちは。いや、やっぱカラーいいっすね。こっちの色にするべきでしたよ、本当に。これバシッと決まってますね。はい、サイトの土の状態ですね、補助的にチタンペグ使ってるんですけども、雨っていうこともあってちょっと土の中やばかったですね。ちょっと緩いんですよ、チタンぐらいだと。メインの部分はしっかり鍛造を使った方がいいですね。でも心配してた雨もですね、だいぶ上がってきましたので、早速キャンプ場の紹介やっていきましょう。はい、それではね、キャンプ場の紹介やっていきましょう。まずこちらですね、入り口受付になっておりまして、本館の方にはですね、入浴施設があって、連休であるとか夏休みの間っていうのはね、入浴施設が無料ということなんでね、嬉しいサービスでございますね。で、中にはですね、薪の販売等もございまして、売店がですね、結構いろんな種類売ってるんですよね。あとね、子供のおもちゃとかもね、置いてたりするんで、ここで購入して遊ぶことができますね。で、オートサイトの方はこちらをまっすぐ行くとオートサイトになりますね。はい、こちらがですね、オートサイトの入り口となっております。向こうのからぐるーっと回ってくる形です。徒歩で言うとおよそ 2,3 分かなっていう距離感でございますね。それではね、キャンプサイトの方入っていきましょう。キャンプリゾートの特徴としては、こういう風に段々になってね、上にキャンプサイトが続いてるような形になっておりまして、傾斜になっておりますね。全てのサイトが電源サイトでございます。まず出てくるのが S1 サイトでございますね。こちらはですね、テント2張り OK の唯一のサイトでして、大きさの表記の方はですね、公式サイトの方に詳しく載ってますが、テロップも入れておきたいなと思います。で、テント2張りということなんですが、2ルームテントってなると、1張り限界かなっていう感じはしますね。こういう風にね、すぼんでるようなサイトになってるんで、設営はちょっと考えないと難しいかもしれないですね。ちなみに車はサイト外に駐車することができます。そしてこちら、うちが本日予約した S2、S3 サイトですね、この前に車を駐車することができまして、少し階段でね、2ステップぐらい上がらないとダメなサイトなんですが、車の位置をね、気にすることなくレイアウトができるので、それは強みかなっていうところでございますね。こちらもそうですね、 S2、S3、どちらもサイズ感的には似たような感じでございますね。
そして階段のようにね一段上がると S4S5 サイトがございますね。こちらも連結されてるサイトですので壁とかもないんですが、これはグループキャンプにはねなかなかいい環境でございますね。 S2S3 よりもサイズ的には大きいんですが、車はサイト内に乗り入れるタイプでございますね。でさらにもう一段上がって S6 サイトですね。こちらは S7 とね壁がありますので独立したサイトとなっておりますね。ただ見てもらったら分かる通りここがね若干段差になってるんですよ。なので車はこの位置奥でこう L 字型に使うようなサイトになってきますね。そして S7 サイトですね。こちらのサイトは平坦な部分が多くてかなり使いやすいサイトなんじゃないかなと思います。ここに車を駐車すればそこね丸々大きく使えますので車別で 10×10 ぐらい使えそうな範囲ですね。使いやすそうでおすすめでございますね。そして S8 サイトですね。でここもそうなんですが こんもりねなっておりまして、ここに駐車をしまして、まあ、L 字型にサイトを使うような形になってくるんじゃないかなと思います。そして僕がね以前広いんじゃないかっていうことで押してた S9 サイトですね。こちら S7 でこちらが S9 なんですけども、まずここの範囲がですね広いです。この柵のところまでがサイトの範囲となっておりますので、こういう感じでね台形のように大きなサイトとなっております。でこの奥の真ん中ら辺で若干ね凹凸になってるんですが、まあ、十分ここにツールームも立ちますし、こっち側のサイトもね使うことできますし、この辺りであればねタープも貼れるということで、タープテント1張りずついけそうなサイトでございます。そして S8、S9 とありまして、奥にですね、独立サイトとしてあるのが S10 サイトになりますね。本当に一つだけコツンと独立しているサイトで、プライベート感すごいいいんですよね。で、サイトサイズもね、十分なサイズございまして、結構正方形の形で、かなり設営しやすいんじゃないかなと思います。車なしでこの広さやったらね、もう十分ですね。そして裏は何かと言いますと、このキャンプ場ね、ドッグランがございますね。まあ、ペットサイトから少し離れちゃうんで、ですけどね。でトイレはねすぐ横にあるんですが、こちら仮設トイレになっておりまして、こちらに行くとねまた別のトイレありますので後で撮影したいなと思います。そしてオートサイトの中では一番上の方に位置します S11 から14番ですね。こうずらーっと並んでるんですけれども、料金安めの小型のサイトになっておりますね。駐車位置はねこの前を使うんですが、まあ、コンパクトなサイトでございますね。電源はもちろんついておりますね。まあ、ソロとかにはちょうどいいサイズ感かなと思うんですけどね。で S11 から14のすぐ目の前にね仮設トイレございますが、ぐるっと行くとここにねトイレございます。はい、ではトイレですね。オートサイト上側のトイレになります。あ、全然綺麗ですね。もちろん洋式トイレでございますね。そしてキャンプ場はねこのようにずらっと開けておるような感じです。まあ、下からね順に説明したんですけども、階段のようになっておりまして、この横にはですねバンガローが連なっておりまして、バンガローの前もねなかなか広い設営スペースあるんですよね。うん、広いですね。テントとタープ立てれるぐらいの広さありますよこれ。オートサイト側のバンガローいいですね。で、まあ、ここは柵がない場所があるのでグループキャンプしたいっていうことであれば結構おすすめですね。その際はですね S2、S3、S4、S5、S8、S9 ですね。このサイトが塀とかもなくつながってるサイトになりますので、グループキャンプには最適じゃないかなと思います。はい、そしてねオートサイトの入り口の真ん前にですね炊事灯がございます。自販機もございますね。はい、自販機ございまして、こちらが炊事灯になります。間口の広くてね使いやすい流し台でございますね。お湯がね出るんですね。ありがたいでございます。そして受付の方に入浴施設あるんですが、こちらシャワーもございますね。脱衣所は結構広いですが、まあ、一組限定っていうわけではないのでね譲り合いが必要かなと思います。はい、シャワールームでございますね。まあ結構清潔感あって使いやすいんじゃないかなと思います。広さ的にはまあ子供も一緒に十分入れる広さでございますね。コインシャワーが2部屋あるような感じになってますね。ただドライヤー用のコンセントはなさそうですね。それではトイレですね。あ、結構綺麗ですね。洋式トイレございますね。ウォシュレットなしのタイプでございます。全然使いやすいトイレじゃないかなと思います。はい、それではね唯一ペット OK のオートサイトになりますね。まあ、車での侵入はね向こうの方からなんですけれども、横に川も流れております。はい、S23 サイトですね。まあ、少しこのように変形になっておりまして、まあ、でも十分ね大型のツールームは立つんじゃないかなっていう広さありますね。
S の22サイトですね。サイズ感としましてはペット NG のオートサイトの方が大きいんですが、ペット連れの方であればここのオートサイト一択になるんじゃないかなと思います。そして奥にはねワンちゃん用のリードをつなぐ杭も立っておりますね。で S の21サイトですね。車をこう止めるんでしょうね。で、まあ、この盛り上がったところがサイトっていうことになります、まあ、大きめのテントでも十分設営可能かと思います。で周りの景観はねこのような感じになっておりまして、ちょうど前がねコテージが立ってるような感じでございますね。裏手は川になってますのでね、夜とかの音も心地よさそうな感じでございますね。そして僕ね逆から入ってきましたけど、本来であればこちらから車で入ってくるような感じですね。そしてトイレの距離なんですけれども、距離的にはオートサイトのトイレ等を使うのが早そうですね。でこちらのキャンプ場はですね、多種多様な宿泊施設がございますので、キャンプ初心者の方でもね安心して遊べる宿泊施設たくさんございますよ。例えばこちらのコテージなんですけれども、柵がついておりまして、ワンちゃんノーリードでねコテージキャンプを楽しむこともできるんですね。そしてこちらにはね小型の遊具等がございます。軽く遊べる程度の木製の遊具でございますね、まあ、ボルダリングなんかもあったりして、いいのはやっぱり木陰になってるっていうことですよね。炎天下じゃないんで、まあ、夏でも遊びやすい遊具じゃないかなと思います。そして前にはねイベント広場が広がっておりまして、カヤック体験とかもできるみたいですね。でここでキャンプファイヤーであるとか水鉄砲大会であるとか、いろんな催しが行われてるようですね。行く前はねぜひイベントスケジュールをチェックしたらいいんじゃないかなと思います。はい、オートサイトからね下ってきまして、管理と受付なんですが、この横からね道がございまして、そこあたりで川遊びされてる方たくさんいますね。川遊びスポットがしっかりと設けられてそうな感じです。こんにちは。前来た時も鹿見たんですよね。人怖がってない感じなんでのどかでございますね。はい、こちら川遊びスポットでございますね。すごく浅瀬でジャブジャブ遊ぶことができる川が流れておりますね、まあ、ずっとこのようにねオートサイトの方まで伸びてるんですが、安心して遊べる場所を選んでね遊ばしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。はい、夜もね完全に更けてきましたね。ということで今日はスウェーデントーチ、これをねやってみたいなと思います、まあ、受付の方でねいろんなサイズのねスウェーデントーチが売ってるんですよ。着火するのは岩谷のガスマッチですね。こちらセリアで購入することができます。やってみましょう。あ、意外に着火剤つかない。はい、今日もねキャンプが終わろうとしております。天候のせいかログハウスとかねバンガローとかの宿泊の方が多いように思いますね。また明日総評とかやっていきますのでよろしくお願いします。ではおはようございます。で会いましょう。はい、おはようございます。朝になりましたね。湖にねやってきたんですけれども、ちょっとちょっと遅かったですね。ここね明け方来るとめちゃくちゃ綺麗な景観を拝むことができるんですよ。とりあえずサイト戻りますか。はい、それではねキャンプリゾート森のひととき総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場ですね、通年営業でございますが、2月の平日はどうやらお休みになっているようです。チェックイン時間は1時、チェックアウトが11時ということで、プラス1000円することで延長することが可能でございます。そして宿泊できるオートサイトですね、3種類ございます。まずは A サイトですね。こちら階段状にねサイトが並んでいるところなんですが、一番手前が S1 サイトとなっておりまして、こちらテント2張り OK の唯一のサイトでございます。大型ツールームを2張りっていうのはね厳しいかと思うんですが、中型テントぐらいであれば頑張ればいけるかなっていうところでございますね。テント2張り OK だからといってサイトがね倍のサイズになったっていうような感じではないですね。そして次がうちが宿泊した S2 から始まる S10 までのサイトですね。こちらは車乗り入れタイプと横付けタイプと選べまして、公式サイトに細かくメーター表記がされておりますので、そちら参考にしてもらったらいいんですけれども、大型ツールームとかもねどのサイトでも十分設営することはできますね。まあ、僕がやっぱりおすすめしたいのは S10 サイトですかね。独立サイトとなっておりまして、なかなかいいんじゃないかなと思います。そしてオートキャンプサイト上の一番上に
位置するサイトですね。料金としては一番安いんですが、区画としてはだいたい 6×4 ぐらいのコンパクトめのサイズになっておりますね。車スペースはですね、前に止めることができるので 6×4 あればね、まあ、立つテントもそれなりにあるんじゃないかなと思います。そして次が C サイトでございますね。ここのみペットが OK のサイトということで、ワンちゃんのねリードをつける杭があったりとかですね、サイトとしての区画数は少ないんですが、まあそれも逆にプライベート感につながっていいんじゃないかなと思います。でこちらのキャンプ場はですね、料金はサイト料金のみということになっておりまして、サイト料金のね幅がですね、シーズンによってね結構いろいろありますので、そちら公式サイトをチェックしていただけたらなと思います。で周辺施設なんですが、コンビニが10分、スーパーが12分ということで、本当に道のりまでのねアクセスも良くてね、環境には恵まれたキャンプ場じゃないかなと思います。で本館にはお風呂がございまして、コンパクトなサイズではございますが、まあ、タイミングによってはね無料で開放してるっていうことなんで、朝風呂も可能ということでございますね。はい、ということでね、今回は奥さんのリクエストでやってきたわけですけれども、まあ、やっぱりキャンプリゾート森のひとときはいいキャンプ場でございますね。もう自信を持っておすすめできるキャンプ場でございます。またねこういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではキャンプリゾート森のひとときからお送りしました。バイバーイ。でいでい。日産大阪ギリメンヨッピータイアップ関西オートキャンプ場パスポートナビが完成いたしました。説明して。10月2日3日9日10日に日産大阪でやってるアウトドアフェア大抽選会で FM802 の DJ 中島ひろとさんおすすめのキャンプギアがもらえたり、ギリメンヨッピータイアップの関西のいろんなキャンプ場やアクティビティ施設のお得なクーポンがついたキャンプ場ガイドブックやんか。よくできました。ぽっちゃん、やっちゃん、兄さん、日産大阪の全店舗でアウトドアフェアを開催。大抽選会ではですね、 DJ 中島ひろとさんチョイスのキャンプギアや、私ヨッピータイアップのクーポン付きキャンプ場ガイドブックなどが必ず当たるわけですね。人気のセレナや話題の電気自動車、いいですね。私はキャラバンが欲しい。お近くの日産大阪へ。